AI の半導体において何が起こってるかというと、ガーファムと言われるハイパースケーラーの人たちが半導体作りたい、特に材料においてはものすごいプレゼンスがあるのが日本ということになります。皆さんこんにちは、ビッグインタビューへようこそ。今年はノーベル物理学賞や化学賞がその AI 研究者たちに贈られるなど、日常に AI がさらにこう浸透してきています。そんな AI を実現しているのが半導体です。今回は私たちの生活を左右する半導体の未来に迫ります。ゲストはですね、半導体材料メーカーレゾナックホールディングスの CSO 兼 CRO 真岡智光さんです。よろしくお願いします。真岡さんはこうもう約20年の間半導体業界に携わってこられました。いわばその半導体のスペシャリストなんですけれども、この約20年のこの半導体による社会の変化というのを真岡さんはどういうふうに捉えられていらっしゃるんでしょうか。20年でちょっとスペシャリストっていうとですね、諸先輩方には何か怒られてしまいそうなんですけれどもおそらくこれ皆さんが、一番身近に感じられているのがスマートフォンですよね、はい、1990年代、の中盤にその Windows 95っていうものが出てきましたけれども、はい、あの時に我々が使用していたパソコンの処理能力をはるかに超えるようなものが、もう我々の手元にあるという点でいうと、それだけ大きなその変化、進化というものが、もたらされたと。それ以外にもですね、当時は想像もつかなかったような自動運転ですとか、あるいはそのヘッドセットつけてちょっと変な感じになりますけど VR ですとか、はい、そういう意味では本当に20世紀に見ていた僕らの未来をこう実現してくれたのがこう半導体でもあるし、でも一方でそのなかなか本当にその内実まで分かっていないというところも半導体で、この半導体の進化によって私たちの生活がどのように変化していくのか、そのレゾナックはどのような未来を描くのか、今日は真岡さんに聞いていきたいと思います。ではまずは AI 技術チャット GPT を使って今後10年の半導体の未来を提示していきます。いわば人間の集合値のようなものが半導体の未来をどう捉えているのかということを見ていきたいと思うんですけれども、まずは半導体技術の進化です。現在の3ナノメーター、これよりも小さな2ナノメーター半導体が商業生産体制へと移行します。 AI やスマートデバイス向けの高性能チップが実現します。また 3D 積層技術や、再配線の高密度化が実現します。でデータセンターや EV などでこう活用されるようになります。それからこう半導体の進化による生活の変化として、データセンターの処理能力が向上します。クラウドサービスと AI の発展をそれによって支えます。そして3番目に地政学的リスクとサプライチェーンの未来です。アメリカとヨーロッパではオンシュアリング、つまりその国外に移管していた業務を自国に移管することや、信頼できる国々に限定してサプライチェーンを再構築するといったことで、これからのリスクに対処していきますと。気になる日本なんですけれども、2ナノメーター半導体の量産によって自動運転や AI 半導体市場でのシェア拡大が期待されるということです。これお題は10から10年15年後という、そうですね、2030年ぐらいをイメージしてお題ですよね、はい、ということから考えると、ちょっとこれ違うのかなという印象を持ちました。なぜかというとですね、ここに書かれたこと、チャット GPT が導き出したことって、今見えていることの延長線というか、ほとんど今見えているものの寄せ集めみたいな形で書かれているので、これ10年とか15年というスパンで言うと多分そうじゃない。今がちょうど2024年ですと、はい、でここからその10年15年前ということを考えると2009年から2014年ですよね、データセンターっていう言葉が出てきましたけど、データセンターというですね、半導体の用途が出てきたのが多分2013年14年ぐらいなので、同じような調べ方したらデータセンターという言葉なかったんですよね、なのでこっから10年15年っていうことを考えた時はおそらく今ないものがあるっていうことなので、そうすると多分違いますよねっていうことになるかなと。だんだんとこう皆さんこう AI を手元で持つようにこうなってきて、端末は小さくなってプロンプトじゃなくて声でこう応答できるような
なんかそういった未来なのかなという、こう漠然として今僕らはその未来感を持っている中で、20世紀のオイルのように21世紀やっぱり計算能力っていうものをどう確保するのか、データセンターをどうやって確保するのかっていうことが喫緊のこう課題になってきているんですけれども、真岡さんどういうふうにこうご覧になられているか。はい、かなり深遠な課題だなというふうに思ってるんですけれども、これまだまだですね、その計算能力の発展って非常にポテンシャルが大きいんですよ。というのはですね、今そのチャット GPT とか、まあ、いろんなそのプラットフォーマー、AI の、サービスを提供していますけれども、今そのソフトウェアで起こっているイノベーションってすごくスピードが速いんですね、はい、すごくスピードが速いんですけれども、その計算能力を支えているのは半導体です、うん、でただですね、半導体によってできているイノベーションのスピード、ソフトウェアが要求しているイノベーションのスピード、これ比べたときにですね、ソフトウェアのイノベーションのスピードの方が圧倒的に速いんですよ、残念ながら、はい、実は今のそのハードウェアのイノベーションのスピードというのはソフトウェアの要求水準には届いてません、正直ベースで、はい、ですのでここの差を埋めるソリューションがあると、うん、全てこう付加価値に転換されていくんですね、うん、それぐらいこのハードウェアのイノベーションというのはとてもとても大事になってきているという状況にあります、まあ、よく半導体っていう話でこういう時に、これからこう AI が普及するとものすごい電力を使うよっていうことが、まあ世界的にもこう言われていて、ちょっと家が遠いんで車で通勤してるんですけど、まあスマートフォン置いてそのチャット GPT でその音声でやるんですね。で何となく1時間ぐらいこうブレストとかやると、まあすごいこういろいろ頭整理できていいんですけれども、もう持ち上げた瞬間めちゃくちゃ熱いんですよなんか充電できる場所なんですけれども、めちゃくちゃ熱くて、どこまでをこうなんてクラウドとかデータセンターに預けて、どこまでは自分たちとか、まあ、その家庭の中でもこう家電とかもいろいろこうスマートになっていくと思うんですけれども、いやこれはなかなか難しい質問だなというふうに思ってるんですけれども、全てをクラウドに依存するとその間ずっと通信していることになりますので、はい、まあ、今でこ そ, そのテキストだけやり取りしているので、うん、まあ、それほど重くない状態になってますけれども、これがですねどん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 その違ったメディアですねになっていくとですね、もう多分その通信でやり取りするというのは結構しんどくなってくるだろうと、うん、でそういった意味ではエッジに処理能力を、まあ、移管するっていうのは、まあ、一つ重要なポイントになってくると思います。でもう一つ重要なポイントがですね、データセンターのエネルギー消費問題というのがあるんですね、うん、で、はい、でこれエッジデバイスに入ってくるとですね、まあ、熱くなりはするんですけど、ただ、はい、データセンター の, その本当に高機能のプロセッサーを分回すよりは、はい、やはりエネルギー消費抑えられますので、まあ、そういった意味で そのエネルギーの分散という意味でも、うん、このエッジにおけるその AI の, その処理能力の高度化っていうのは進むだろうと、こういうことで言われてます。半導体技術の進化によってその省エネ化っていうものもこれから実現されていくんでしょうか。はい、データセンターというものは、まあ、そこら中に立っているわけなんですけども、これがどん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 今のペースで立っていくと、その原子力発電所を1基作らないといけないとか、うん、まあ、それぐらいのことも普通に言われるぐらい、それぐらいの電力を消費するようになるので、具体的に例えばそのレゾナックさんではその部分でのこう省電力化とつながるこう鍵となる技術みたいな、一つは熱をどう放出するかというのが、うん、大きな課題になってきているんですけど、レゾナックが持っている、材料のうちの一つがその熱の放出に非常に大きく寄与しているというものでして、実際にこれは非常に強い引き合いもいただいてますし、まあ、今まさによく売れている製品の一つですね。あ、そうなんですか。ちょうどワイヤードで上がってきた記事で、海底にデータセンター作ると結構、うん、熱の、まあ、結局水で冷やすっていう意味ではいいんじゃないかみたいな、はい、記事があったんですけれども、海底のデータセンターって2030年代あるもんなんですか。いやそこはちょっとどうなんでしょうねっていう、はい、建設コストとそのエアコン代とどちらがいいのかというところの、まあ、せめぎ合いになると思いますけれども、ただ全体としてその水冷をやるというのは、まあ、アイデアとしては悪くはないと思いますけれども、何かトラブルがあった時にどうやってそれをレスキューするのかとか、はい、そういったことを考えた場合にはちょっとどうなんだろうというふうに思いますね。
あの半導体技術というと微細化というものがこうある程度こう限界に近づいているということもあって、今この半導体イノベーションの、まあ、最前線として注目されている領域というのはどういうところになるんでしょうか。はい、あの確かにですね、そのシリコンチップの中に書き込む電子回路の、はい、その回路の線の幅、これを細くする、これを微細化と言いますけれども、これによって単位面積あたりに格納できる、まあ、専門用語的にトランジスターの数と言いますけれども、要はその計算能力ですけれども、それをですね1年半から2年に、まあ、2倍にしますということで、どんどんイノベーションが進んできました。しかしながらこれやり続けるとですね、物理的に難しい、財務的に難しいという問題に直面します。物理的に難しいのはですね、これ結局その電子回路の中で動かしているものって電子そのものなんですね、はい、電子にもそれなりにサイズがあります。電子をとどめているその原子にもサイズがあります。これ線の幅がどんどん細くなるとですね、はい、そもそも正しくその電子を回路の中に留めておくということがすごく難しくなってくるんですね。でそれがゆえにより高度な技術がどんどん必要とされますと。もう一つが財務的な問題で、はい、これをやろうとするととてつもないそのお金が必要なんです。設備投資もそうですし、一つ一つのチップを開発するときの開発費もとんでもなく大きくなってきています。そうなんですね。なので儲かるか儲からないかでいうと結構しんどくなってきてるっていうのが今の実情。これを解決するためにということで、あの後工程というものがちょっと注目されてまして、はい、あの別の言葉でパッケージ工程という言い方もするんですけれども、はい、その複数のシリコンチップを組み合わせることによって微細化と同じようなイノベーション効果を持たせられないかという形で、ちょっと今そのイノベーションの軸というか方向感が、はい、少し変わりつつあるというふうに思っています。なるほど。あのこちらにですね、前工程の処理終了後のシリコンウェーハーというのがありました。はい、これがそうなんですね。このシリコンウェーハーの上に電子回路を書き込んだもの、書き込んだものなんですね、という状態。それがもう一列にもうダーッと並んでいて、そうです、と同じパターンが何度も繰り返されているのが分かりますかね。はい、これはだから一つ一つのチップになってまして、実際に使うときにはこの、パターンごとに切り出していくということになっていきます。で前工程が終わってシリコンチップができました、はい、ただシリコンチップをですねそのままポンと置いたところでそれそのまま使えないんですね。ちゃんとその基板の上で、はい、まあ、他のその部品とつながるような形にするためには、まあ、あの樹脂で囲うとかですね、そういったあの処理が必要なんですね。これがあの後工程あるいはパッケージ工程と言います。これがですね、今手元に持ってきているのが最新のですね、はい、2.XD パッケージというですね、まあ、非常にこう複雑な技術を適用したパッケージのサンプルになりますけれども、はい、いわゆる半導体というのはこの真ん中にある四角の部分っていうことですか。はい、そうですね、この中に入ってます、はいはい、でそれからいろいろな端子が出ていて、そこの受けるのが周りの四角。そうです。そういう意味で今こうレゾナックさんが得意とされているこの後工程っていうものが、まあ半導体の未来を握るそのイノベーションの領域なんじゃないかということになってるわけですね。今ある技術で今あるチップを組み合わせてより性能の高いものを作り上げると、それを実現するのがまあ後工程であるということで、こちらでその後工程の方でイノベーションした方がより早い、あるいはそのお金に対するリターンも大きい、こういう形で今注目が集まっているんですね。あの特にレゾナックはですね、あの複数 の, その材料 の, あの領域において非常に高いマーケットシェアを持ってますので、その組み合わせでどういうソリューションが作れるか、こういったことにも非常にあの知見がまあ、多くあります。で実際に我々はあのパッケージングソリューションセンターというですね、研究開発をやる施設を持っているんですけれども、はい、ここの中にはですね、まあ、我々材料メーカーなんですけれども、実際にそのパッケージを作れる試作を作れるですね、あの製造ラインがあります。でここでですね、はい、共同事業という形で、はい、ジョイントあるいはそのジョイント2と呼ばれるですね、うん、まあ、そういったあの取り組みをやってきているんですけども、他社を巻き込んでですね、次の世代のパッケージの仕様はどうあるべきかということを議論して決めていくということをやっています。本当にその仕様の中でそれぞれの材料がどういうふうに機能しているかというのを見てみないと、ただ単にこういう材料できました、はいこれ使ってくださいというわけにはなかなかいかないと
組み合わせてみて初めて本当にその性能の良し悪しが分かるというところもありますので、他社さんと一緒にやって進めていく活動というのはとても重要ですし、まあ、レゾナックはそれを主導する立場にあります。今やその各国がその半導体のいわば地産地消というものをこう目指してきていて、こういう中でその日本のその競争力の源泉というものがどこにあるのかという。日本はですね、その半導体デバイス、半導体製品ということで申し上げると、うん、特にその1980年代、はい、ものすごい負けとしては思ってたんですよね。上位10社の中に5社、6社、まあ、それぐらいは普通に入っていたと、まあ、そこからですね、どんどんその日本はマーケットシェアとしては落ちていって、まあ、今ではその 10% あるかないかというふうに言われています。一方でずっとその強みを持ってきた分野というものがありまして、それが装置と材料なんですね。材料については5割強のマーケットシェアを持ってますので、特に材料においてはものすごいプレゼンスがあるのが、そうですね、日本ということになります。例えばアメリカとかその海外もやっぱりそういう、こうイノベーションのこう領域だっていうことになると、こう後工程に入ってくるとか、なんかそういう、こう周りのこう状況みたいなのはどういうふうにご覧になっているでしょうか。やはりどの国もですね、うん、後工程大事だっていうことに結構気づいてきてる、ね、気づいてきてるんですよ。ですのでアメリカなんかですと、まあ、大学ですとか、まあ、研究所ですとか、あるいは企業もそうなんですけども、そういったところが後工程の、技術の開発のための、まあ、共同事業であったりとか、まあ、そういったその研究の取り組みみたいなものを、まあ、スタートさせているというところになります。ただですね、やはりその中に、まあ、強いプレイヤーがいないとですね、結局知らない人たちで一生懸命研究やったってこれ進まないんですよね。そういう意味では日本のプレイヤーというのは非常に強いので、我々が主導しているもので言いますと US ジョイントというものを立ち上げるということをこの前アナウンスをさせていただきました。アメリカのそのシリコンバレーにおいて他の材料メーカーさんですとか、あるいはその後工程の装置メーカーさんと、まあ、共同事業という形でこれからの後工程の技術開発を一緒にやっていきましょうと。施設もですね、立ち上げることになってまして、これもUS でのパッケージングソリューションセンターという形で、実際にそこで試作、あるいは検証をやっていくと。でこれシリコンバレーでそういった活動をやることっていうのは非常にこう意味があるといいますか、重要なことだと思ってまして、 AI のサービスを提供しているのはクラウドサービスプロバイダー、まあ、いわゆるその GAFAM と言われる人たちだったり、はい、ハイパースケーラーという言葉も使われたりしますけれども、うん、ソフトウェアはどんどん成長しています。ハードウェアはまだそこまでキャッチアップできていません。そうするとその、サービスを提供する人たちからするともっともっといい半導体が欲しいってこうなってくるんですね、うん、ってなると今起こっていることというのは、そういったそのクラウドにいるハイパースケーラーの人たちが半導体作りたいなんですね、はいはい、で実際にもう Google ですとか Amazon ですとか、まあ、こういった人たちがですね、自分で半導体を設計しようという動きを進めてきています、うん、ですのでその AI のその次世代のプロセッサーの使用決定にとって、こういった方々とダイレクトに話をするというのが非常に大事になってきているんですね。ですのでこういった活動を今、主導しています。レゾナック CSO 兼 CRO 真岡智光さんをお迎えした半導体の未来、非常によく分かりました。改めて本当にありがとうございました。こちらこそありがとうございました。ワイヤードビッグインタビュー、次回はどんなビジョナリーが登場し、どのように私たちの未来をアップデートしてくれるのでしょうか。お楽しみに。